そうだけどあのこう途中で気づいた視点で最後ああいうふうにこう終えたのがね、なんかね、ぐっとね引き締まった感じがして、作品として引き締まった感じがして、本当あの倉さんが最後一刀刻んだ時から、それこそさっき龍神が言ったように、なんか別のもの、なんかこうもう自分たちの手から離れて、またこう家としての時間を刻み出したっていうのがね、なんかわーってね、自分の中でうまく言えないんだけど、変な感じだった、もう僕らの時間は終わったっていうことなのかもしれない、ある種の損失感だよね、実際にその終わっちゃったわけじゃん、作業する時間として、まあ、もちろん完成を目標に してやってたわけだから喜ばしいわけなんだけど、まあでも、あの逆に言えば、あの作業としての時間はこれからもうないけれども、あの家の変化をこう見ていくことは別に僕らしようと思えばできるわけじゃん、50年後とかね。そうだね、そういう意味、そういう意味、別に50年後じゃなくても、あの近い将来でもいいんだけれども、あの雪下ろしに行ってとか、その家のまあ変化って言ってもね、特にはないかもしれないけれども、50年後行った時には掘り当ても全部真っ黒になってるかもしれないし、それはあるよ。ああ、そっかそっか、掘り当てね、色の変化とか顕著に出てくるだろうね。そうそうそう、短い時間でね。そう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 ね、徐々に、漆喰とかも汚れやすいからね。そうだよね、結構出てくんじゃない。でも本当にシンプルなのに難しい問題だったよ、あれは。難しい、もうなんか最終的には僕らの問題になってきてるんだよね、僕らにとっては。さあ沖も言ったことで、やったことは何だったのかっていうとかって考えたり、その僕らが意味付けを しないと、やっぱり脱皮させた僕らの問題が解決しないことになっちゃうもんね。まあでも今まで大学にいて一番真っ当な彫刻をやったんじゃないかと思うんだよね。僕はすごいまともな彫刻やったことのない、僕もそう、大学生だから、どれだけまともな彫刻やったか分かんないよ。また違った人に与える影響も今後出てくるのかなと思って、まあ、例えば来年入ってきた1年生とかね、こういうことやったんだよとかって言って、なんかそういう大学の内側でしか判断されない、評価の基準にされないようなこと以外にも、まあ、たくさん積極的にやってったらね、いいなと思うけどね、学生たちがもっと活発になっててね。そうだね、そういういいチャンスでもあったし、まあ、あとやっぱ参加してない人もぜひね、見に来てほしいね、でも今度ほら夏休みに行くじゃん、あれって結構の人が見ることになるんじゃないかな、そうだね。この前ジャコメッティ行かなかった自分としては、ぜひ行きたいし、周りの人、学生たちも来てほしいなと思うんだけどね。18は行くんでしょ。あ、そう、18の話。龍神も18は行けるんでしょ。あ、行くって。ただね、19日が搬入日。あ、そうか、搬入日だから、ね、あ、でも僕はその前に搬入しちゃうから。あ、そうなの、ね、ちょっとさっき作ってて主題が見えてきたんだけど、レバノンにおけるゲルニカを作ろうかなと思ってて、ちょっと顔変化してさ、あの鳥をどうやって加えるかちょっと難しいんだけど、まあちょっとそういう風な感じで今考えてる。よかった。なんか、こんぐらい、こんぐらいに収まる感じで、小倉先生のミニ彫刻ぐらいのサイズで収まる感じでやろうと思ってて、本当でもこれ長い物語のはずはさ、計3年かけてきたさ、巨大な物語っていうのは、やっぱり役者たちがさ、もうちょっとこう語ってもいいんじゃないかっていう。あ、なるほど。やっぱどんどん、まだ整理ついてないんですね。そう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 、多分今なんか、もう
ボーっとしてる。そうそうもう今回苦手言ってて、うん、本当に俺ボーっとしてた。本当、うん。みんなも。うん、みんなもゆっくりしてたね。ああ、そっか。うん。でもそうだよね。うん、なんかこう、うん、だんだん会期終えてまたそれぞれの中で、そうだよね。その2年間の3年間、うん、それぞれの中でのね、うん、感情の浮き沈みもあったし。そうそうそう。いやチームとしてもね、うん、本当に面白いよねチームね。変化もあったし、うん、進化もあっただろうし。あったね。うん、いや本当チームとしては結構最終的にすごいいいチームだったなって。そうだね。ラギラボの名ボランチ、ダブルボランチ。あの二人以外に語ってくれないんだよ。そうなんだね。そう。いや寡黙な名ボランチだから。うん、オギはラジオにも出てくれないしもうすごい熱心に誘ってんだけど、うん、ダメなんだよ本当。じゃあ次俺言っとくよ、うん、本当、うん、リレーで次の人を指名するよ、うん、タモリ、タモリ禁止笑っていいとも流進堂の人、うん、もう最近あればっかだよ、ゲストばっかだよ最近ラジオ、うん、ゲストばっかって、うん、ラジオでやってる、うん、人が、うん、FM 流進堂のラジオがゲスト呼んでばっか。あ、そう。この前姉ちゃんとか姉とかさ、藤山とかさ、うん、うん、あとその前誰だったっけ、大喜利。その前は本当、うん、続いてんの最近ゲストが、続きまくって。これはなんかその流進の一つの作品になるの、そういうのラジオ、うん、もうそれは人に任せる。ただ僕は、うん、そうなんか作品としては考えてないんだけど、うんうんうん、なり得ると思うよ。そうだよね、うん、だってこう流進がその都度こう、うん、何か流進の中で引っかかってるピックアップできる問題点においてゲストを呼んだり、うん、ああそうだね、うんうん、だこれはあでもねある意味すごいつまりと関係してて。あ、そう。行ったっけ、あの田麦村で、うん、ほら FM 十日町だっけ、うん、その話聞いたんでしょ、あの雪祭りやってる時に、うん、良一さんから。そうだ、ね、FM 十日町があって、開始9時の放送で9時50分にゲストが行けばいいっていうような番組があるなんてできるかなそれ結構ねきっかけだったんだよね。なるほどね、うん、そんななんか適当な番組を作りたいみたいな感じで。ああ、適当でもやってる人は楽しんでやってるみたいな。ああ、いいね、うん、まあ、ウェブも結構や何年かやってきたから、うん、そろそろそういう応用して遊ぶものをやりたいなと思ってて、うん、技術っていうものを応用してね、うんうん、結構今ライフワークの一環になってきてるよね。ああ、うん、それがまあ、自分はあんま作品と思ってやってないけど、うん、まあ、なり得るとは思う、うん、今度 CD 化します。あ、そう毎朝車で通ってる人たちが暇にならないように。はい、FM 流進堂もう40とか言ってんの。もう今50過ぎてる。50、うん、じゃあ50なんか全部消えるようにしときますよ、うん、でもね、かえって眠くなってやばいかもしれない。そうなんだ、うん、ちょっと車で聞くには危険かもしれない。そっか、うん、でも、うん、今年新潟が落ち着いたから、うん、ちょっと個人の制作を僕は開けてたので、うんうん、ちょっとガッとこの2年でやりたいなって思ってて、うんうん、展覧会とか、うん、またその時にぜひこういう話をしたい、はい、いつでも持ってるんでこれ大事です。抜かりはありませんよ、プロデューサーだもん。じゃあそろそろナッティートークの話に。あ、なんか最近やってるっていう、あ、まずナッティートークは、うん、分かんないよね聞いてる人がね。ナッティートークはお願いします。はい、ナッティートークは僕は美術で、ヤマケンっていう子がグラフィックやってる子で、あとヒロキっていう子が建築をやってる子で、それぞれ
今も建築でまあ仕事してたり、グラフィックっていうかまあウェブ関係で仕事してたりっていうような子たちなんだけど、まあ夜のお互いの時間を夜合わせて時間作って、ちょっとこう別にね何をやっていくっていうのはね特に決めてないんだよね。その今はプロダクトっていうかまあそのインテリア生活の中にあるような小物とかだったりを作ってるんだけど、別にその最終形でそれをやってるかどうかっていうのは全然分かんなくて、そのナッティートークっていうチーム自体その子供の会話っていうような意味合いでチーム名をつけてて、直訳すると粋な会話っていう、意味なんだけど、なんか子供の会話ともいうような意味でも取れるらしくて、でそう好き勝手お酒飲みながら喋ってる中から、これ面白いんじゃないっていうことだけをこうつまんでって、で活動もねある時盛り上がってねで忙しくなるとこうちょっと停滞してっていう風なんだけど、なんかぼちぼちずっと続いてきそうなチームで、夜に活動するんだね。夜行性だね。すごいよ。それは知らなかった。それは初耳だった。僕は結構、ね、夜苦手で、そのチーム活動の中でも話し合いしてる最中にちょっとウトウトしちゃうんだけど、2人が夜強くてね、夜活動してるんだ。今度その大阪のこの間龍太君も展示したとこなんですけど、グラフっていうインテリアとかショップ、飲食からいろいろやってるお店で、そのナティートークの第1作目 の, 野菜とかのフラワーベースとアスパラのキャンドルを取り扱ってもらえることになって、それでつい先日商品を発送したばかりなんですけど、やっと動くちょっと形になったかなっていうような感じで、ただ売上的なものは本当に微々たるものなんですけど、でも初めてそういう形になったので、ちょっとまた新たな展開をしていこうかなっていうところで、そういうような感じなんだ。あ、今の宣伝？そう、宣伝。宣伝か。じゃあ細かいことを教えてください。ウェブの方にも書いとくんで、細かいことテキストでその情報を。ああ、分かった。いつもね、FM 流振動で、参考サイトとか、そういうのちゃんと載せてんのよ。あ、例えばだからそのグラフとかの置いてる情報とかっていうこと、情報を教えればいいってことだよね。そうオッケー、ちょっとヤマケンに聞かないと俺そういうの全然いいんだけど。OK、教えてください。はい、じゃあ今日はここら辺で、はい、ありがとうございました。じゃあ終わりますんでおやすみなさい。